はい、サンドの飯よりスニーカースキーということでバスケットマンですということで、今日のゲストは石川アンナちゃんです。はい、石川アンナです。よろしくお願いします。ということで超時間経っちゃったね、はい、ね、お久しぶりになっちゃった。3ヶ月ぐらい経った気がする。そんくらい経ちました。あら、なんかそんな感じということで、今日はなぜ2人が一緒にいるかと言いますと、はい、前回の動画でですね、うんうん、私クイズに、はい、負けましたので。そうなんです、はい、やったー。ご褒美ということでですね、今日はスニーカーを買いに行こうと思っております。はい、はい、ありがとうございます。前もって決めてきたんでね。そう、ちゃんとチェックしてきました。なんか4つぐらい。さあ、何でしたっけ、わかります。ジョーダン1、ジョーダン1、ローと、ブレイザーとブレイザーとハラチのランニングと、うんうん、あとなんだっけ、デイブレイクかな。そう、もう4つ、この8つをちょっとね、あればご褒美としてちょっと買ってあげようかなと思ってるんですけども、うんうん、全部ナイキだね。全部ナイキです ね。なんか走る時アディダスが多いって言ってたんだけど。そうなんですよ、ね、今回たまたまナイキ揃いになって。なるほど、偶然、はい、偶然です。ということでちょっとそれを探しに行きたいと思います。はい、行ってみましょう。レッツティップオフということで外でアトモスピンクになかったからね。なんかあんまりなかったそうなかったね。だからちょっと違う店、アトモスの違う店にちょっと今から移動します。はい、行きましょう。そうマスク取れないのが残念ね。本当に私でも初アトモス、アトモスどっちもいいか初めて行きました。あ、マジですか。はい、だからそっか、だって買わないんだもんね、ランニングシューズ。そうだスニーカー買わないんだから。そうなるね。そうだから、ランニングシューズ買うときはそういう専門のスポーツショップみたいなとこ行って、あ、ガチの方ね、買っちゃってる。そうなんですよ。なるほどね、そういうことか。ああいうスニーカーショップみたいなのあんまり行ったことない。カジュアルスニーカーを買わないってことだよね。そう、なんだっけ ABC マートか。あ、ABC マート、あ、いいじゃない、 ABC マート王道じゃない王道ザ・スニーカーショップよ。そう、なるほどね。
ということで帰ってきました、はい、ということで、はい、全然なかったね。なかった全然なかった。オレンジのブレザーが全くなかった。びっくり。人気やっぱりオレンジね。なんか最近人気だったのかな。アンナちゃんからアンナちゃんオレンジが好きって言ってからかな。ファンが買い始めたかもしれない。あれれもしかして全然なかったということで、もう一応ね、はい、ゲットできましたということで、はい、はい、よかった。よかった。そのスニーカーはですね、はい、次の動画でですね、うん、アンナちゃんのお家で、はい、スニーカーコーディネートと一緒に、そうですね、はい、紹介していただこうかなと思っております。と、はい、いうことでまた次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。